本当に食べ応えがありそうです。ほんとプリプリですね。もう噛んだ瞬間すごく甘いよ。身がすごく柔らかくて口の中でホロホロ溶けちゃいます。うまいったガールが行く突撃うまいった旅。それではスタート。皆さんこんにちは、うまいったガールのことみです。本日もうまいった旅厚別編やっていきたいと思います。本日紹介するのはですね、すごく地元の方に愛されていると有名な回転寿司くっちゃうのさんにやってきました。こちらのくっちゃうのさんはですね、もう地元の方からもう学生、そして観光客の方まで、もうすごくいろいろな幅のお客様が来られるということで、それではお店の方を紹介していきたいと思います。こんにちは、本日よろしくお願いします。こちらのお店はですね、平成2年から開業していまして、30年以上続くとても大人気の回転寿司なんですよね。お店の名前がですね、くっちゃうぞというなんかとてもパンチのある名前なんですが、先代の方がですね、お寿司をたくさんもうがっつくぐらい食べてほしいという気持ちを込めて、こちらのくっちゃうぞという名前にしたそうです。それでは早速お寿司いただきたいと思います。まずこちら見てください。もうネタがすごく大きいんですよ。本当に食べ応えがありそうです。ではいただきたいと思います。もう油がすごくさっぱりしていて、やっぱりこのマグロはもう小さいお子さんから年齢の高い方まですごく楽しめる味ですね。脂が乗った大トロとかも美味しいですが、やっぱりさっぱりとした赤身のマグロも美味しいですよね。先ほどお話を聞いたんですが、シャリにもですねとてもこだわりがありまして、オリジナルのお酢と合うように厳選した七つ星を使っているそうです。続いてこちらカツホタテいただきたいと思います。見てください、この肉厚すごくないですか。すごく光っていて、もうすごい新鮮さが伝わってきますね。ではいただきたいと思います。もうプリプリですね。弾力がすごいです。もう噛めば噛むほど甘みがすごい出てきます。続いてこちらのソイいただきたいと思います。北海道はソイがすごい取れるので馴染みのある寿司ですよね。もう歯ごたえがすごいです。シャキシャキしてます。でも弾力もあってですね、甘みもあってすごく美味しいです。続いてこちらのボタンエビいただきたいと思います。なんか見るからにすごいプリプリしてて美味しそうですね。ほんとプリプリですね。もう噛んだ瞬間すごく甘いよ。ちょっとこんな甘いエビ初めて食べました。味噌もたくさん入ってそうなので吸ってみたいと思います。美味しいですね。味噌もたっぷりです。続いてこちらのハンバーグいただきたいと思います。こちらはやっぱり子供に大人気のメニューですよね。ではいただきたいと思います。すごく懐かしい味がしますね。やっぱたまに食べると美味しいです。
新鮮なお寿司もたくさん置いてあるんですが、ファミリー層向けにこういったハンバーグなどもありまして、ドリンクバーもとても安くご利用することができるんです。なのでファミリー層の方もぜひ来てみてください。もうどのお寿司もすっごく新鮮で美味しいんですが、新鮮な理由なんですが、目利きの先代がですね、創業当時から毎朝市場に行って、産地問わず鮮度のいいものを仕入れて提供しているそうです。それではこちらのあら汁いただきたいと思います。もうすごく香りがですね、もういろんな出汁のいい香りがします。それではいただきたいと思います。まず見てください、こんなに大きい鮭が入ってます。美味しそうですね、いただきます。うん、あ、もうすごい美味しいですね。もう身がすごく柔らかくて、口の中でホロホロ溶けちゃいます。うん、鮭の旨味がもうびっしり詰まってます。こちら大根ですね。うん、すごい大根の甘みがすごいです。大根の甘みもしっかり残りつつ、でもこの海鮮の出汁も染み込んでて、もう最高です。刻みネギもすごいシャキシャキで、なんか噛んだ時のこのシャキシャキっていうのがすごくいいですね。いやー、これは来たら皆さん絶対頼んでください。本当に美味しいです。最後の一口いただきたいと思います。ごちそうさまでした。いや、本当もどれも新鮮で美味しくてですね、ぜひ皆さん食べに来てください。ネタも全て一個一個が大きくてですね、すごく食べ応えがありました。そしてお財布にもとても優しいので、皆さんぜひ食べに来てみてください。テイクアウトメニューもやってるそうなので、もしお家で食べたい方いらっしゃいましたら、テイクアウトで頼んでみてください。ということで、厚別編まだまだ続きますので、ぜひどんなお店が出るのか楽しみにしておいてください。ということで、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。コメント欄でですね、こんないいお店あるよなど、そういう情報ありましたらぜひ教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。